早いね、フラちゃん、うん、こんばんは。ユミタナイスポチ、ダダイオサムさんナイス、北斗さん、ヨシエさん来ましたよ。ヨシエさんもある程度ナイス集まったらもうね、うん、あのもう今日もう配信しんどいから、うん、もう早く終わっても OK ですよ、うん、早く終わっても OK ですよ。早く終わっても OK、うん、ある程度ナイス集まったらね、集まったらね、うんうん、ありがとう。4時間もしんどいでしょ、うん、4時間もしんどいでしょ。あ、4時間やってない。あ、どれぐらい、これ1時間ぐらい、うわ、いつも2時間ぐらいやってるかな。あ、1時間2時間じゃもうそんなもんだ、うん、あ、ありがとう、マリアちゃん、お仕上げじゃないです、ありがとう、ありがとうね。あ、リコちゃん、ヨシエさん、こんばんは。ロミちゃん、ナイスって、リオママちゃん、ナイスって、どなた様ですかって、こちら、クリアゲちゃん、うん、初コメですって、ありがとう、フラワちゃん、ナイスしました、みんなありがとう、うん、コブちゃん、北斗さん、まさし、ヨシエ、ポンズさん、ヨシエ、ナイスって、ダダイオサムさん、左の人、優しくて好きって書いてある、優しくて好きって、うん、代々木健介さん、ナイス、まさしさん、よしえラブ、ゆみたん、よしえさん、よかったねって、ありがとう。こちら、よしよしこさん、だだいおさむさん、はるちゃん、よしえさん、こんばんは、なこなこ、待ってましたよって、なおこさん、ナイスしたよって、北斗さん、天然ストレートさん、優しい方ですね。そうですね。うん、ポンズちゃんが、ヨシエさん、ナイス押したから、寝るねって、頑張ってねって、ありがとう、うん。うん。こちら、スコッティさんが、ナイス押したよって、ありがとう。うん、こちら、ナウシのフワッチくん、イベント終わっちゃったやったって、ありがとう。こちら、うん、おいしい、なんだっけ、これ。なんだっけ、蜂蜜のパフェ、ありがとう、ありがとうね。お前がお前がお前が、アラブの世界が多いんだぞ、ビルゲイツ、ソートバンク、ソーマス、ありがとうございます、ありがとう。こちら、ユミさんが素敵なお二人会えてよかったねって、ありがとうございます。エミちゃんがシンゴの部屋見たいなって、お好み焼きさんがパンケーキって、ありがとう。うん、こちら、サナエちゃん、あ、ダダイオサムさん、アイハラワーって、北斗さん、機長さんと天然ストレートさんに来ていただいてよかったですねって、ありがとう。キラちゃん、ヨシエさん、ナイスに来たよって、機長さんが頑張ってるねって、はい。キラちゃんが、ヨシエさん、ナイスに来たよって、ありがとう。ジャスティン・バーブさん、ヨシエさん、体無理しないでねって、初コメって、ありがとう。こちら、ヨシエさんから、タカちゃんがナイスをしたよって、ダダイオサムさん、笑うってね、マサシさん、ヨシエ最強ってね、ミナゴロちゃん、お疲れ様です。若い男いて、いいね、ナイスをしましたってね、ありがとう。モモンちゃんがご飯食べたかいって、うん、食べたよ。市長さんが買ってきていただいて、うん、いただきました、うん、そう、こちら、ももんちゃん、たかぴーちゃん、ありがとう、だだい、よしえさん、こんばんは、ナイスって、たかぴーちゃん、いつもありがとう、だだいおさむさん、イケメンだねって、そう、うん、そうだね、生き物と暮らすまさかずさん、5分で200超えてる、すごいですって、ありがとう。こちら、北斗さん、お二人の泊まる場所決まったんですかって、まだ決まってない、うち泊まってるかさ、あ、うちで寝るんだったら寝てもいいけど、うん、今日は暑いね、お布団、あ、たるまるちゃん、 KP さん、こ、ありがとう、ありがとう、フラーちゃん、ナイス228、ありがとうございます、ありがとうございますね、うん、こちら、あ、ダダイオサムさん、今日は暑いですねって、暑いね今日ね、だからね、布団で寝るねって今からって、うん、ももちゃん、よしえさん、ナイス初コメって、ありがとう、うん、北斗さん、慎吾さん、お布団くらい
用意してほしいねって。そうですね、まさしさん先に布団に行くよ、だって、うん、2人来てくれてよかったねって。そうですね、うん、親切で親切ね、うん、ゴミがいっぱい出てね、あのゴミをね今度ね、うん、明日レンタカーがね借りてゴミ持ってってくれるんだってよ。優しいね、どこまで全部片付けてくれるんだって、すごいね。由美さんが、よしえさんは人気者ですね。いや、ありがとう、そんなことないです。お二人に助けていただきました。ありがとう。こおりちゃん、相原さんはどこに寝てるって、いつものとこ。たまちゃんと、ダダイオサムさん、優しい方ですねって。ゴミすごいって、すごいよ。優しいですねって。そうですね、フラワちゃんね、うん、すごいね、うん、本当に優しい方ですってね、うん、本当だよね、北斗さんね、うん、キラさん優しすぎるね、よかったねって、うん、モモンちゃんがドラッグじゃないとダメなんじゃってないってね、うん、そう、大場さん、ナイス押します、ありがとう、うん、サボちゃんがこんばんは、ナイスどんどん増えてるよってありがとう、うん、ダダイオサムさん、男の人も無理しないでねってね、かなちゃんがナイスに来ましたってね、大海さん、よせいさん、あ、はよ、うん、綺麗になって畳が見えるねってありがとう、大海さんありがとう、うん、こちらスマイルさんがナイスポチって風船20個ありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとう皆さん、ありがとうね、本当ありがとうね、ねえよかった、うん、こちら、ちーちゃんナイス、よしえさんってね、スマイルさんナイスポチってね、こちら MA さんがナイスポチ、ゆみたん、しんちゃんの部屋すごくきれいになってますねって、ありがとうございます。ねえ、ねえ、ずっと片付けてくれてるよ。ねえ、すごいね。こちら、うん、うさこさん、メガホン2個、ありがとう、初コメですって、ありがとうね、うん、ありがとう、うん。SS さん、天然さんからナイスって、ありがとう、ありがとうね。うん、もかちゃん、よせいさんこんばんはってね、ダダイオサムさん、やっぱり部屋は汚いとイライラしますねって、そうですよね、うん、リカちゃんナイスをしましたって、いつもありがとうございます、ありがとうね、うん、こちら、うん、マサシさんが右下のナイスを押してってね、北斗さん、機長さん、お一人でお片付けされてるんですねって、はい、そうなんですよ、ずっと一人でやってますよ、慎吾と天然さんなんか話してるんかな、うん、リコちゃんが、よしえさん部屋きれいになるねって、よかったねって、ありがとうリコちゃん、ありがとうね、ありがとうございます、うん、おふみさん、よしえさん疲れ果てないですかって、うん、今日医者行ってきたからね、ちょっとね疲れたね、ダダイオサムさん、よしえさん無理しないでねって、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとうございますね、本当にね、ララちゃんいつもありがとう、よしえさんナイスに来ました、最近忙しくって来れなくてごめんなさい、大丈夫ですよララちゃん、誰にもねいろいろ用がありますからね、でもありがとうね、ララちゃんいつもありがとう、うん、ゆりちゃんお忘れお疲れ様です、よしえさんありがとう、まさこちゃんが KT5 個ありがとうございます、ありがとうございますね、うん、マリアちゃんがしんごさんいると邪魔だから、天然さんがしんごの相手してるのよって、ああそうなんだ、うん、そっか、うん、まさこちゃんがこんばんはってこんばんはってね、 M さんが機長さんからナイス押しに、
来ましたよって、ありがとう M さん、ありがとう、うん、かかしの竜王さんがこんばんは、よせさんナイスって、ありがとう、ありがとうね、うん、うふふちゃんが体大事にしてね、ナイスポチって、ありがとう、まさしさん、いらない必要のない人はいないよって、そうだね、みーちゃんが機長さん、ほとんど一人で片付け頑張ってましたって、しんごさんの部屋すごく綺麗になってよかったですねって、ありがとうございます、みーちゃんありがとう、うん、一人でやってるもんね、機長さんね、うん、すごいね、綺麗好きなんだねきっとね、うん、こちら、そしてまた1ヶ月汚すんのが信号ってね、うん、こちらあーちゃん風船4個ありがとうございます、ありがとうございますね、ももんちゃん、ももんちゃんいつもありがとう、ももんちゃんありがとうね、ありがとうね、ありがとうございます、うん、ね、あとこちらが、うん、おふみちゃん、ナイス、押してなかったら押してください、お願いしますってね、けいちゃんは部屋きれいになりましたかってね、うん、こちらゆきちゃんが機長さんからナイス押しときました、ありがとう、ゆきちゃんありがとうございますね、ありがとう、ありがとうございますね、野本さん、サムネの写真、よしえ彼氏できたのかと思ったって、そうですか、うん、ありがとう、ありがとうね、この年してできれば嬉しいですよ、ありがとう、うん、ラブちゃん、また、うん、ナイスポチッ、ありがとう、うん、ありがとう、スマイルさん、部屋が綺麗にするといい気分が流れて込みますよって、そうですね、うん、それありますね、放送さん、1ヶ月部屋を汚したり、吉江さんの慎吾さんのお尻叩くの叩いてくださいね、笑うってね、うん、パミューちゃんがナイスポチってね、うん、スバルさん、ナイスさせていただきましたって、いつもありがとうございます、ありがとう、うん、仕事終わりです、そうですか、お疲れ様でした、お疲れ様でしたね、うん、仕事終わりね、うん、よかったですね、いつもありがとう、いつもありがとうね、スバルさん、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとうございます、こちらが、なんか204名さん、204名、199名さん、ありがとう、ありがとうね、皆さん、ね、ね、ありがとう。おふみさん、今日のナイス、消されたのかなって、わかんねえんだよね、今、調べてもらう、後で。私、ゆきちゃん寝ちゃったからね。よっちゃん今日眠いから先寝るからっつってね、うん、あちょっと3人に見てもらってって言ってたからね、うん、そう言ってみないとね分かんないよね、うん、そうスバルさんあれ変わりましたね、朝眠が変わったね、うん、あのスバルさんだったら違うかな、うん、違うスバルさんかなね、うんうん、まるちゃん、まるちゃんナイスしましたって、ありがとうございます、ありがとうございますね、ね、こちらすきやちゃんが15分で390ナイス、すごいですねって、ありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとう、お腹いっぱいになっちゃった、機長さんにもらったの食べたらね、反対にもらって食べちゃったんだよね、ね、ありがとうございますね、390ナイス、すごいですねって15分って、ありがとうございます、ありがとうございますね、
ありがとう、ね、こちら、未だ掃除していただいてるんですよ、ずっとね、まだやってますよ、すごいですね、一人でやってるね、なんか働き者ですね、若いのにね、慎吾より一つ下だそうです、うん、サボちゃんが400ナイスってね、ありがとう、サポーターさんありがとうございます。北斗さん、0時まで少しのんびりできましたか、はい、休めました、あの機長さんにね、もらったね、ものを食べてました、うん、美味しかったですよ、ね、こちら、北斗さんが0時で、ね、これ読んだよね、ハピコさんナイスって、ユミタンが400ナイス、ありがとうございます。北斗さんが良かったですねって、はいね、すごいね、すごかったね、閲覧がね、さっきすごかったね、あれだもんね、4000人ぐらいいたね、ね、閲覧が最初すごかったね、すごかったよ、閲覧がすごかった、ナイスがすごいったね、いくつだっけな、3000、あれ結構行きましたよ、よかったですねって、ありがとう北斗さん、ユミさんもありがとうね、ハピコさんもありがとう、ありがとうね、のんびりしました、本当、よかったですね、ありがとう北斗さん、マリアちゃんすごい、たくさん畳が見えてるよって、本当にありがとうマリアちゃん、私まだ見てないんだよ向こうは、北斗さんこの時間でね、合計、2668人さんが来ていらっしゃるって、そうなの、すごいね、よしえさん愛されてますねって、いやいやお二人が来ていただいてるからね、すごいです、閲覧がね、すごいですね、ももんちゃんが畳を張り替えるって、綺麗になれば張り替えてもいいよね、慎吾の部屋ね、そうだよね、ゆみたんが、よしえさん病院に行ってどうでしたかって、病院行ったらね、たださ、あれなんだよ、血液をやってね、あとはね血圧を測っただけで、腰とかあれは全然あれちいや見なかったよ、だからほらなんていうの、支援が介護になるだけの手続きだと思う、で地方省のねやつとかああいうの調べて、それで今支援になんですよ、それが介護になれるっていう、それのあれみたいよ、だから腰とか足は調べない、地方省とね、あとは血液検査したら、足が腫れてるから、これはね内臓、前見たけど内臓悪くないんだよね全然ね、それでね足から来てる、これ足と腰、それでね、行ったんだけどね、もう車に乗るに大ごとでね、もうね腰をぐーっと持ち上げられてね、痛いとこをぐーっと、だから自分でこう降りた方がね腰痛めない、だからねただ持ち上げられると痛いんだよね、向きによってね、痛いって言いましたよ、だから疲れた、病院って疲れるね、うちがやっぱりいいね、パールちゃんが機長さんまだ掃除してるのって、してるんだよ一人で、初コメさんありがとう、ピコちゃんがナイス押しに来たで、よしえさんありがとう、正義くんがこんばんはですってありがとう、いつもありがとうね、ゆみたんが足と腰と足が少しでも良くなるといいですね、そうなんですよゆみたん、それが治ればね、もういいんだけどね、なかなか難しいね、
お家が安心してますよねって、そう、うちにいるとね安心します、うん、出かけるっていうのはねやっぱり具合が悪いとね疲れるね、うん、車を乗り降りがすごい疲れた、うん、それでね、うん、車椅子に乗り車から降りて車椅子に乗るんだけどそれも疲れる、うん、タイミングだから自分でねあちこち捕まりながらやるがいい一番いいね腰が全くこうに胸がちょっと水飲むねダメだね水飲むね悪いねやっぱりね具合が悪いとこあるとうちが一番いいよ。うちなら自由だからね。疲れれば腰かければいいしね。トイレだって痛くないように自分で入るからね。そう。やっぱりね、大変。ただね、ぐーっと腰持ち上げてもらったんじゃ、痛くてね、痛いって言いましたよ。だから私、捕まりながら、ここに捕まって、ここに捕まってつって自分で言いながらねやりました、うん、自分が痛くないような体勢で、うん、やればね違うんですね、うん、あ整体ねそうだからねうちにいてもねトイレ行く時自分で違う方に傾いてたら違う方にちゃんとこう向けるようにその体勢で歩ってますね、うん、自分が一番わかるからね自分の体だからね、うん、そうだからね自分でリハビリのつもりでこういう丘って捕まりながら、うん、痛くないような姿勢でやってます、うん、腰も無理のないようにこうかがみすぎると痛いしねそうな、うん、そうなのよ、うん、ありがとう北斗さん無理のないようによせいさんのペースでってありがとうございます、うん、正義さんが息子さんの部屋掃除しているんですかって、うん、掃除してもらってるんですよね機長さんにね、うん、あれね配信者の機長さんね、うん、あそうなのね一人でやってくれてますよねずっと疲れるでしょね男の人誰って有名な大手の配信者さんですよね、うん、大手の配信者さんだから閲覧がすごかったです4000人ぐらい集まりました昼間すごかったですよナイスもすごいですね有名な人なんですよ、うん、ねそう、 リナーベルちゃん痛い時は湿布とかもいいですってそうですよね、うん、柴田さん吉江さんこんばんは来ましたナイスってありがとうございますありがとう、うん正義くんがそれはすごいですね人気者ってねそう本当ですはいねすごいねアレモンドさん風船10個ありがとうございますありがとうございますねありがとうねとね、うん、ありがとうこちらねももんあれ消えちゃったももんちゃんが、うん、ね大手の配信者さんですからね、うん、すごいね、うん、イケメンですよみんながイケメンって言って前もうつきますよっていう頃イケメンですよって見たらイケメンですよ慎吾より一つ若いんだってね、青空ちゃんこんばんはすごくナイスすごいですねってもうすぐ500ナイスってねすごいですよね、うん、ここにほらねこ書いてあるでしょここにねこの機長さん天然さんがってね掃除してくれてるってこのタイトルでみんなすごいですねそう機長さんと天然さんがね慎吾の部屋掃除してくれてるんですよね
すごいですね。チョコちゃんがナイスをしたよ。ありがとう。青空さん、こんばんは。すごいナイスですね。もう500ナイスってね。ありがとうございます。こちら、正義さんがナイスしましたって。ありがとうね。ありがとう。ありがとうね。本当、ありがとう。ね。こちら、柴田さん、腰足大丈夫ですか？だんだん自分でね、こう歩き方で少し強くしようかなってね思ってね、今日はちょっときつかったね。医者行ってね、車椅子乗る時大変だった。乗り方があるからね、ちょっと腰の向きで痛いんですよ。痛ててって腰をグーッと持ち上げてね、力貸してもらうつもりだったんが、反対に腰が痛くなっちゃってね、私が適当に自分で動きますっつって動いたのよ。そう、のちゃんナイスポチって、ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとうね。こちら、ロリちゃんが、しんごさんお元気ですかって。元気ですね。なんかさっき頭痛いって病院行ってもう治ったって言うけど、どうなんだか分かんないけどね。そう、私も気圧でダメな日がありますって。柴田さん、あっちこっち痛くて痛くてって。じゃあ私と同じですよ。私も腕が痛かったりね、肩痛かったりね、恐ろしいですね。年取るってことは、まだ柴田さんは私よりお若いんじゃないですか。まだね、私は75ですからもう疲れますよ、本当にね。ののちゃんが天然に、楽な椅子か、いや椅子はね、ありがとう。三沢明美さん、いつもありがとう。ナイスしました、ありがとうございますね。三沢明美さんね、今日は皆さんにねお掃除していただいてすごいナイスでしたね。たまげましたね。閲覧が4000人ぐらいいました。すごいですね、やっぱりね。こちら、うーたんが、よしえさんこんばんはって。こんばんは。はるまるくん、ナイスしました、ありがとう。みささん、いつもありがとうございます。ありがとう。アホなら、アホアホちゃん、消えちゃった。こちら、北斗さん、腰痛も癖になりますと、なかなか良くなりませんねって。僕も腰持病持って辛いです。そうですよね。私もね、前腰なんてちっとも痛くなかったんだけどね、最近ね、ダメだね、やっぱりね。正義さんが、掃除してすっくりしますねって。そうだね、ね、やっぱりあんなゴミ屋敷に住んでいたくないよね、誰もね。ね、柴田さん、50度になりますが、よしえさんの、元気な姿見て、元気もらってますって。そうですか、まだ54じゃ若いですよ、ね。私なんて75で、口だけ達者だけど、腰と足がダメだからね。もうね、ほんと何も持てなくなっちゃってね。トイレットペーパーも、片っぽね、杖ついて、片っぽの手を何か持つってことできないんですよ。どっか捕まんないと。ダメです。口だけ達者なんですけどね。はい。ありがとう。こちら、北斗さん、機長さん、テキパキ動いてますってね、見えたでしょ。ね、すごいね。うちの男子がああいうね人だったらいいんだけど、どっちも動かねえ、うちの男はダメだよ、うちのはね。ありがとう、ひかふわんちゃん、ありがとうね。なんかね、機長さんお一人で住んでてもね、お部屋綺麗だと思いますよ、きっとね。お母さん安心してます。綺麗にねする方ってね。ありがとう。こちら、キキちゃんが、
こんばんは。ナイスポチ。昨日は変な感じになってごめんなさい。ゆきさん、あすかちゃん、フラワー先生、他のリスナーさんって。大丈夫だよ、キキちゃん。気にしないで。キキちゃんはいい子だって知ってるよ、私は。ね、ありがとう。キキちゃん、ありがとうね。お前がお前がお前が、アラブの石油を、ウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソーマセフシ、ハート花火、ハート花火、キキちゃん、ありがとう。キキちゃん、ありがとうね。ありがとう。おふみちゃんが、機長さんが、荷物を運んでますよねって。そうなんです。ね、よしえさんの後ろ歩いてるねって。そうなんです。はい、フラーちゃん、キキちゃん、こんばんはってね。北斗さん、じゃあ僕は落ちますねって。いや、そんなこと言わなくても大丈夫ですよ、北斗さんね。こちら、キキちゃん、フラー先生、こんばんはってね。こんばんはってね。キツネ818さん、機長さんの家はピカピカだよって。料理も上手だよって。本当にキツネさんよく知ってるね。そうなん、キツネ818さん、機長さんのうちはピカピカだよ、料理も上手だよってね。ほんでイケメンと来てるからね、ね、キツネさんね、すごいね。うん、ね、なんか一人で一生懸命やってんのよ。悪いような気がしてね。うん、ね、綺麗好きなんだろうね、きっとね。うん、うちの仕事を取り替えたいぐらいよ。ね、本当だよね。ね、キツネさん、本当だよ。まあ、キュンちゃんが、こんばんは、初コメです。ありがとう、ありがとうね。初コメの方、ありがとう。よろしかったら、ナイス、ナイス、よろしくね。ありがとう。こちら、こちらね、まだね、一生懸命やっていただいてるんよ。ね、500超えてるよって。ありがとう、キツネさん。818さん、ありがとうね。こちら、マーキュンがナイスしましたって、ありがとう、ありがとうね。こちら、あかりちゃんが、あ、キキちゃんいるから配信するんでしょって、うん、いるから配信、寝ますね、おやすみなさいって、ありがとう、おふみちゃん。おふみちゃん、ありがとうね、こんな遅くね。いつもありがとう。ゆっくりお休みになってくださいね。ありがとう。ね。うん、こん、何、なんて読むんだろうね。ジェシーさん、こんばんは。こんばんは。こちら、まさきちさん、こんばんは。舘ひろしです。初コメって。そうなんですか。あら、舘ひろしさん、調整官来たわよ。私の勤めてる旅館、調整館に舘ひろしさん来たんですよ。うん、石原軍団の。そうね。あ、フラワー先生、いつもありがとうございます。こちらポンタさん、よしえさん、こんばんは。ナイス、おいしに決まってきたよって。機長さん来てるんだねって、うん、キャスで配信してるよって。そう、ありがとう、ポンタさん、ありがとうね。おふみさんが、フラーさん、おやすみなさいってね。ね、こちら、ラーカーさんが、こんばんは。妖精さんも、機長さんも、大好きですって。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。ラーカーさん、ありがとう。ね。さくらさんが、今度、テンストさんと、今度テンストさんと機長さん、うん、呼んで、機長さんに料理作ってもらってお祝いしようってね。料理上手なんですね。うん、そう、うん、いいね。うん、正吉さんが、
その節はお世話になりました。その節正吉さん、あれ正吉さんそうですか、ありがとうございます。正吉さんありがとう。こちらキキちゃんが私よせいさん大好きだからって、わかるよキキちゃん、私もキキちゃん大好き、かわいいもん、かわいいよキキちゃんは、ほんとかわいい、だってさあのあれだもんね、あの夜遅くよせいさんにあのナイス忘れちゃった、だから今日すねってかわいいよねキキちゃん、かわいいよ私好きだよ、フラワー先生も好きだよ、キキちゃんとフラワー先生本当にね、あのいいよね、大好きだよキキちゃん、そうだよねって、そうだよね、私もキキちゃん大好きね、そうだよね、ね、あとあのなんだっけユキちゃんも好き、ユキちゃんね、ね、にゃこちゃんのユキちゃん、ちんちゃんが出ないね、ちんちゃん面白いんだけどね、ちんちゃんこう起きなかったね、ね、キキちゃん大好きだよね、私大好き、ね、本当にキキちゃんかわいいよ本当、眠くないからいいよ別に、でも眠くなっちゃったっていうことがあるよね、かわいいんだよキキちゃんはね、フラワー先生かわいいよねキキちゃんはね、そうだよねってね、フラワー先生も優しいもんね、そうだよね、キキちゃんねありがとう、いつもありがとうね、ありがとう、こちら、キキちゃんそうだよねって先生がね、アティちゃんが息子さん今回をきっかけに片付けに積極的になってくれますようにってね、そうですねアッティさんね、フラワーちゃんがかわいいよってね、かわいいよねキキちゃんね先生で、ね、私も大好きキキちゃんかわいい、ほんとかわいいよね、かわいいね、キキちゃんよせいさん浦和先生ありがとうってね、かわいい、ほんとかわいいよね、マリアちゃんもかわいいんだよね、マリアちゃん、うちのタマちゃんだ、機長さんの方と吉江さんの枠交換で見てますよって、ありがとうありがとうね、マリアちゃんありがとう、マリアちゃんありがとうね、タマちゃんだもんねうちのね、正義くんありがとうね、 YouTube で息子さんの車お車拝見いたしました、すごいですねってね、そう、あのゴミでしょうちの子の、違うね、ありがとう、マリアちゃんが、機長さんの方と余生さん枠ってね、ありがとう、ビットコインちゃんがこんばんはって、こんばんはこんばんはね、ビットコインちゃんこんばんはこんばんはね、ありがとうね、ありがとうございます皆さんね、こんな遅くありがとうね、ね、ありがたいわ本当にね、マリアちゃん綺麗になったでしょ向こう、キツネ8183、息子さんは余分なものを買いすぎ、そうです買いすぎだねって、物を一つ買ったら一つ捨てないと部屋が狭くなって散らかるって、そうなんだよ、そうだよね、だってね、あのジョッキあるじゃない、ジョッキ、蒸気なんてねすぐかけないよ、それをね自分一人使ってんだから、蒸気は一つでいいのに5つも買ってきてさ、ほいで使うのは一つでしょ、ほんで畳の上もう4つ置いちゃうわけね、
だから余分なもんが畳が見えなくなるほどあるわけよね。そうなん、いろんなもの買ってくるよ。あのお皿とかさ、あとなんだっけ、あのこういうこねるやつ、なんだっけ、こういうシャッポみたいなね、あんなのあるんだよ。この下にみんな入ってるのにね、めった買ってくる、いろんなもの。ダメだね、うん、ある程度ね、きちんと収まる程度に物は買わないとね、うん、例えばフライパンの蓋もそうだよ。こんなところを立てとかないで、ちゃんとこの中に入るように買わなくちゃね、うん、散らかって見えるもんね。そうなん、まあ、も前はもっと綺麗な家だったんだけど、今豚小屋よ、うん、ね、そんなもんだよね、うん、余分なもの買いすぎる。確かに、だってさ、あるものめった買ってくるんだよ。岩塩っつんですか、ここにぐるぐる回すやつね、あれなんかいっぱい買ってきたりさ、あとはソースがあるのにね、買ってきてね、新しいから使うんだよいつも、うん、ね、普通は古いから使うよね、うん、ね、もったいないね、うんうん、私はあのね、その無駄遣いはしないからね、うん、ね、そう、しまちゃんナイス来ました、ありがとう、ありがとうね、うん、こちらありがとう、うん、正義さんが息子さんはだらしないけど、余生さんは几帳面で綺麗好きですねって、そうなんだよね、うん、私そういうタイプなんだけど、でもはね、今は我慢してるんだよ、何でも、うん、自分で やったことができなくなったから、目をつぶってね、我慢してろ、これでも、うん、ね、そうじゃないとね、綺麗好きなんですよ私、うん、玄関は私がね、あの綺麗好き、あのでもね、妹の旦那が言ったよ、よせちゃん家は玄関はすごい綺麗なんだけど、奥行くほど散らかってるって言われた、うん、その通りに、本当にほうな豚小屋よ、うん、物買いすぎたんだね、うん、私も人のこと言えないけどね、いっぱい器いっぱい持ってるからね、こんな使わないよ、うん、もうだから一切買わない器ね、うん、洋服もいっぱい持ってるから買わない、若い頃の着てればいいね、あとは食べるだけね、それで十分、75になるとね、そんなもんだよね。クロちゃんがこんばんはって、こんばんは、こちらハチさんがこんばんは、機長さんたちは、うん、お帰りですかって、まだねお掃除していただいてますよね、うん、一生懸命お掃除していただいてるんですよ、もう疲れたと思いますよ、ずっと動いていただいてるからね、うん、そう、こちら、あ、きょんちゃん、きょんちゃんいつもありがとう、よしえさんナイス、ありがとう、きょんちゃんありがとう、ありがとうね、今日はね、大勢の配信者さんがね、お二人来てくれてるんだよ、きょんちゃんね、ほんで閲覧がね、昼間4000人ぐらいあった、すごいナイス、うん、うん、そう、知ってる、きょんちゃん知ってるんだね、あ、機長さん来てるね。